日本代表は2日 AFC アジアカップカタール2023準々決勝でイラン代表と対戦し1対2で敗戦した。試合後フラッシュインタビューに登場した森保監督は大会を通した収穫について、いろいろなところをチームで共有してレベルアップできたと思いますし、攻撃の形は今日は出せなかったですが、全体的にはカウンターを仕掛けるサイドから攻撃するところは上がったかなと思いますと語りながらも、相手がパワーで押し込んできた時にどう回避するかはさらに個のレベルを上げた上で、今日のところは私自身が交代カードをうまく切れなかったのが敗因かなと思いますと語った。